おはようございます、こんにちは、こんばんは、バス釣りの嵐でございます。皆さんどうもごきげんよう。今日はですね、鈴木財務大臣、自民党がよくわからないことになっていますが、財源はどっかからむしり取っていくでだそうです。はい、いやーもうすごいね、なんかもう執念を感じるよね、増税に対してね。まあこちらの動画ご覧ください。ドン。国って動きが急でですね、私も十分にその動きをこのうまくこの理解といいますか、咀嚼できないことでありますが、極力影響が出ないようにすることなることですね、それをまあ、心から望んでいるところであります。鈴木大臣はまた、与党内で防衛増税の開始時期が2025年は見送られる方針となったことを受け、財源を別のどこかでしっかり確保しなければいけないとしました。防衛増税の先送りについては、自民党の宮沢税調会長がすでに岸田総理にも報告していて、総理は昨今の政治状況を考えると来年決めるのがいいとの考えだと説明しています。はいね、鈴木大臣言ってるでしょ、自民党がわけのわからんことになっているが、そんなことより財源をどっかからむしり取っていくでって、これがね、まあ、財務省に、まあ、洗脳された完全体の人間なのかもしれないですね、自民党という議員でありながら、自民党のことをねあまり心配していないようにバスに鳴らしには見えるんですけど、なんかどっか一言みたいな、そんなことより増税かっこ財務省のことを、立てているように見えるんですけれども、皆様にはどう映りましたでしょうか。まあね、ほんとこの会見見てて思いますよね、自民党の議員のことですら、なんか、なんていうんですかね、一言みたいな感じなんで、まあ正直ね、私たち、国民のことなんて、虫けら以下なんでしょうね、正直ね。もうね、鈴木財務大臣にはもう本当、岸田政権と一緒に消えてもらいましょう。もう、この人はもう多分治療不可能でしょうね。もう何言っても多分無駄だと思います。はい。神徳天皇と織田信長のことをね、知ってほしいと思いますね。神徳天皇ね、町から、ね、煙が上がってないと、これはね、民がお米を食えてないんじゃないかということで、税を免除する、これ神徳天皇、で織田信長はね、都が燃えてしまっていると、村人が大変だと、税を免除する、素晴らしい。片や財務省、国民が、震災で大変だと、そんなことより財政再建だと、本当その通りなんですよ、この人たち財務省ってのはいつ何時でも増税するんで、そうですね、増税しないパターンとかないんで、経済学だったら景気が過熱したら減税とか、景気が過熱しすぎてしまったら増税ね、今みたいに景気が悪かったら減税みたいな、それをうまく使い分けるのが、経済政策なんですけど、そんなことは関係ないんですよ、いつ何時でも増税なんですよあいつらはね。そんなことでね、今日は、鈴木財務大臣が、自民党よりも、増税を優先しているように見受けられるといった動画になります。はい、以上の話になります。緊縮財政をぶっ壊す。